登場、小倉恵梨香選手です。お願いします。結構視聴者から視聴者からコメントが多くて、はい、結構ねかっこいいっていうコメントが本当ですか、はい、嬉しい多いんで、ありがとうございます。小倉恵梨香選手が所属するダイケン3ジム山梨まで来ちゃいました。いやありがとうございます。ここまで本当にありがとうございます。まずはあれ前回の脱臼したどっちでしたっけ、はい、あ右肩です。右肩、はい、どうですか調子は。あ大丈夫です。大丈夫ですかもあれなんか元々なんか脱臼癖、そうですね、脱臼癖があって、で病院行ったら脱臼骨折だったっていうことで骨折してて。骨折しました。骨折してて、はいはい、そうなんか7カ所くらい骨折しました。1回で1回の試合もですし、その前から疲労もあって疲労骨折もしてて、やばっ。長い。結構ね動画が、はい、結構反響がすごくて、あれはね僕はこう撮影しながら、はい、あれを見てちょっと涙が出ましたね。もう嬉しい限りです。そうなんですよという感じで、はい、あとは小倉恵梨香選手といえば戦う女子戦う女教師、はい、はい、キャッチフレーズを作っていただいて、中学校の先生、はい、あ、そうですね、学校の先生しながら起きて練習をして、はい、そうです。学校はどれくらいやってるんですか先生は。先生は5年目です。じゃあもうなかなかベテランですね。いやまだまだですよ全然あれ出身ってもともとこっちなんですか。あ、そうです、山梨です。あ、なるほどなるほど。山梨が横浜らしくて、小さい山では横浜に住んでて、そこからもずっと山梨。小さい山では横浜。確かに。あんま覚えてない。幼稚園通ったなとか、友達も今でも仲良くなってますし。すごい、はい、横浜はどの辺ですか。横浜は今は小泉区で、昔は西やったところ。あ、分かんないわ。総鉄線沿いです。総鉄線沿い。今日大丈夫ですか。今日はちょっと緊張の綺麗な人がいるんで緊張します。なるほど。キックボクシングを始めたきっかけは、はい、痩せたい。痩せたい。ああ、なるほど。痩せました。痩せましたね。なんかしまったし、もともと69キロぐらいなんですけど。やば。そう、でもおかげで、はい、なんとかしまってきて。69キロですか。ね、でも背でかいからね、あれですけど。すごい、なかなか試合は57キロぐらい。あ、そうです。7キロです。何かありますか。そうですね、やっぱ、まあ、僕の中でやっぱり春日部で、はい、バックブローで KO したところがすごくインパクトがあって、はい、ね、なんか倒せる、ね、最近では珍しく倒せる、一発で倒せる選手なんだなってちょっと思ってます、ね。あれですもんね、サウスポーもオーソドックスもできる感じで。あ、そうです。あれ元々は右利き。元々は右利きです。右利きでサウスポーも練習してる。そうですね、なんかラミドルがすごく下手だったので、だからサウスポーの構えからやってみようっていう感じのひと言で、もうそこからじゃあ両方やろうっていう感じでした。なるほど、そういう感じですね。まあ次の試合が、あ、決まってるんですね。もう決まってる。決まりました。はい、何月何日、10月30日の日曜日に、10月30日、はい、10月30日、僕ら岡山行く。あ、岡山行く。あ、そうです、はいはい、とちょうど被ってるんですけど、私は山梨で、はい、韮崎の東京エレクトロンっていうところ。あ、韮崎ね、はい、はい、で、はい、田中美優選手と。あ、田中美優選手、はい、美肌、めっちゃ美人じゃないですか。いやもうすごい可愛いなって。いや僕ね、ご本人さんも見てますけど。何、いやいやもう小倉恵梨香選手の方がいいですよ。いや見せたあれ、ね、人撮ってますよ。いや多分いろんな人に来ていただいてるんで足りてるはずですね。何、どうしたんですか。いやまあそうですね、美女対決ということでいいんじゃないですか。そうですね、確かにね、それ多いですが頑張ります。いや見なかったですね。でも田中選手もね、はい、もう4連敗ぐらいしてるのかな。あ、ね、うん、だけど、うんうん、まあ未だに続けてて、うん、やっぱそういう選手って気持ち強いじゃないですか。そうですね、ずっと、はい、出続けるってことは、
ね、確かミネルヴァチャンピオンの奈々選手とも乗っていて、やってますね、だからまあちょっと楽しみな一戦ですね。我々行けないのがちょっと残念ですね。残念ですね。いい報告ができるように頑張りますので。ななみ選手もやってますよね。ああそうですね、新日本キックのリングでやってますね。まあ鶴雑報酬のななみ選手、そうですね、でもしかしたらね、ななみ選手と階級近いからね、でも57位かとはやらないですよね。でも今回 56.5 に下げて、はい、いやでも知ってるところで言うと寺西選手とかと、ね、そうですね、なるかもしれないっていう。実際試合見たことあるんですけど、うんうん、寺西選手と、あ、そこを見たかったんですけどその試合ではないんですけど、その田中選手と戦ってる試合を、はい、見せていただいて。あー、NKB の。あ、そうですね、はいはいはい、もう本当に2人ともすごい勢いがあってかっこいいなっていうところから、もうこの選手たちと戦えるように頑張ろうっていうふうに気をつけられた一戦だったので。なるほど、うまいこと言いますね。そんなことない。ちなみにあれですよね、寺西選手山梨まで試合見に行くっていう噂を聞きましたよ。そうなんですよ、顔出ちゃった。あれ田中選手だからですよね。田中選手とやっぱ階級が同じなんで試合見たいっていうことで、この間ねお会いしたんですよね、鶴崎さん。僕ら、僕は見ましたね、見ました、ツイッター中で。あ、はい、そうなんです。まあ、その時ちょっとその試合見に行こうかなと言ってましたからね。すごいですよね。それはいいじゃないですか。同じ階級だとね、やっぱ同じ近い階級だと、いや女子もその階級少ないと思うんで。そうですね。ね、はい、戦っていただけるだけありがたいですね。あれなんか元々トライアスロン。元々は競泳水泳をやっていて、13年間ぐらいやって、で大学でトライアスロンを始めて、で今キックボクシングっていう。トライアスロンはチャリンコと走るのと泳ぐの、うん、はい、すげー。で何キロペースですか。水泳が 1.5 キロで、1.5 でバイクが40キロで、40キロ、はい、いや、で最後ランが10キロ。あ、ランとチャリンコはいけるな。あ、本当ですか、すごいですね。すごいランが嫌いで、10キロ、だ10キロは結構ね、まあまあ、下手ってました。だから水泳やってたから、水泳でトップの方で出て、バイクでだんだん抜かれてって、ランでどんどん落ちてって。なるほど、なるほど、そのパターンですね。でもやっぱ、いや、もともとのなんていうか、ね、体幹とかそういうのは強い感じなんですね。ですかね、ちっちゃい頃から水泳やってたんですね。そうですね、はい、5歳から水泳やってて。いいな、ちっちゃい頃から水泳。僕もね、小学校1年生の時に、うん、こう水泳に行くっていう、こう家の、なんか家族会議じゃないんですけど、会議があったんですね。会議で決まってたんですけど、オタフク風邪になっちゃって、そのまま話が、あ、流れちゃったんですね。でも俺あの時水泳やってれば超気持ちいいとかしたと思うんですけど。懐かしい。ということでね、小倉選手はあれですか、好きなタイプとか、ちょっとね、見てる方がね、結構気になると思うんで。なんかあれ、噂によると、はい、今あれなんですよね、お一人なんですよね。あ、なんで知ってるんですか。知ってますよ、もうツルザップ情報まで来てますよ。すごい。そうです。どうなんですか、みんな喜び、視聴者みんな喜びますよ。まさか、まさかの、まさか。早いな、流れが。流れ早いですよ。一人目です。はい、一人目ですか。はい、そうです。っていうところで、でも忙しいからダメですよね。先生やって、練習やって。あ、でも、ね、忙しいから。でもそれでも受け入れてくださるというか、ね、やっぱそういう方だと、まずはね、それでも受け入れてくれる人。そうですね、私のことをよく分かってくれようとしてくださる方とか。あ、大事よ。そうですね、大事。なんか違うチャンネルになってきました。まあ、そうですね、まあ、男性も女性もそういうふうに私のことを受け入れてくださる方がやっぱり近くにいると心強いですね。確かに、うんうん、なんかないですか、これは大事みたいな。これは大事、その、そう、うん、これは大事、難しいですね、信頼。いや、ちょっと高いとこ来ましたね。来ましたね。
なんかね、束縛しない人とか。あ、そういうことですね。そういうことです。束縛はそうですね、鬱陶しいですけど。あ、ダメですよ、束縛する人は。まあでもだから、束縛、なんていうんですかね、信頼していれば、そういう束縛なんてしないし、確かに。信頼していれば、まあ、私のことも理解して、トークから見守ってくださるし、私も相手のことを受け入れるしっていう感じで、ビンビンな関係じゃないかですかね。さすが先生ですね。説得力がありますね。もう寂しいから会いたいとかじゃダメなんだって寂しい時会いたいもん、ね、会いたいですよ失礼しました、はい、見せたいですね、まあ、芸能人でいうとどういうタイプが好きですか。いい質問するねやめろ番中村か。広いんですけど、はい、私まず一番好きな郷ひろみさんでジャパン、ジャパンって言ってるのがもう本当に、もう渋い、かっこいい渋いおじさんです、ね、いやもうおじいちゃんですよ。いやいやいや、年齢的に隣にいてほしい。自慢の人ですよ。まあ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 、それはそうですよね。まずあんなパパがいたらすごい、パパじゃないですか。まあそうですね。マネすんな、マネ声だけマネしてダメよ。わかりました。上地雄介さんとか。え、だいぶ変わったね。急に、ゆうすけ、ゆうすけだそうですね。え、誰ですか。ひまわりとか歌ってらっしゃる。いや、3人組なんだっけな。あ、羞恥心ですか。羞恥心じゃなくて、懐かしい。そうそうそう、やってましたよね。あれ、羞恥心じゃなくてヘキサゴン、そうですよね。の人でしょ。の、もう脱会して今一人で、あれ、昔すごい人気だった。そうですね。そうですね。あ、なるほど、なるほど。はい、知らないですけど。うん。人気者が好きってことですね。あ、そうですね。すごい、人気のある人。まあ順風満帆来たわけじゃないですよね。あれいいよ。ああ、わかりました。今はユースケの言ってる。ああ、そう。ヘキサゴンも言ってる。ということは、別に頭はそんなに良くなくても大丈夫。ああ、勉強はどちらでもいいんですけど、まあでも私が尊敬したい、尊敬できる人だったらもう本当に勉強は何が。安心してください、鶴ザップさん。もう外れてますから。ね、勉強になります。勉強になります。次はいいこと言ってるよ。勉強できなくても、なんだっけ、何言いましたっけ、私。あ、いや、何勉強できなくても、尊敬できる人。尊敬できる人ね。うん、なるほどね。ただのこの、あれ、国が決めた、あれ、ルールです。まあでも、勉強、努力につながりますからね、先生。そうですね。いやいや、もう違うところで努力する人間もいるわけじゃないですか。勉強はもう9割以上のやつがやるから、その違うところでそのパワーを使えば、1割なわけですよ。貴重性が出るわけです。わかりますか？はい。ということで、次の試合は、まあ自分で、どういうとこ見てもらいたい、こういうふうにしたいっていうのはちょっとできたら教えてもらいたいですね。そうですね。私は、1回 KO して、その後2戦は、負けてるし、その実戦は KO されている側なんで、またやっぱりちょっと KO して、まあ、見返したいじゃないですけれども、ある意味そこでもまた、そういう勝利を得られる、戦う女教室としての未来を取り戻したいなっていうのは、すごく考えて、まあ、忙しいっていうのは、どの選手も同じ立場だと思うんで、そういうことは言わずにせず、もうコツコツコツ、自分のできることを頑張りたいなと。はい、また出前での信頼が、ね、長いですね、話が。いや、まあね、みんな、ね、確かに忙しいのはみんなね、忙しい、その中で、ね、どう時間を、ね、使って、どれだけ自分の人生を、ね、使えるか、かけれるかですからね。それで、まあ、キックの、はい、キックボクシングの、まあ、目標を教えてもらいたいですね。目標、まあ、それはやっぱタイトルを取る、ベルトを取ると。ベルトを取ると。そうですね。なるほど。見たいっていうか、もう取る、そのつもりで今、それでやっぱり子供たちにも自慢したいですよね。軽いな、逆に、ね、軽く言うことでね、こうなんだろうな、まあ、子供たちもね、うんうん、なんか目標に向かって頑張れるようにってことで、そうですね、はい、はい、ちょっと頑張っていただきたいんで、はい、そのためにも私が、なるほど、日本に背負ってるものがね、ある方が強いですよ、うん、はい、
何ですか、なんか痛そうな。いや、そうですね、なんか目標、やっぱベルトっていう57キロのベルトってさ、でもね、ミネルヴァに作ってもらってないですよね。あ、ないんだ。ない、今知ったないんですよね。55キロまでない。いや、すごいショック受けてるよ。目標がなくなったぞ。国内だと作った方が僕はいいと思うんですよ。国内フェザー級のベルトないよね。そうなんだ。いや、まずは言うことから、それによって山が動く。あ、もうぜひお願いします。なんか体重多い系の選手もね、それこそ手並み選手も多いしね。はい、この間試合した、ね、選手もね、はい、もう前回からやったんで。うん、ね、トーナメントやっても面白いですよね。はい、トーナメント。トーナメントね。はい、楓選手とか、まあ浅い、まあ不動のチャンピオン浅井遥香選手とか。うん、ああ、こちらのも来て。寺西選手。ああ、確かに。あとちょっとあれじゃないですか、浅井さん抜きでちょっとあなんだね、5戦目ぐらいとか5、6戦目ぐらいまででやったら面白いです。そうですよね、優勝者にはツーザップから待ってます、取る気満々、ね、面白いかもしれないですね、はい、お願いします。目標があった方が、はい、そうですね、まあ、それ、はい、ちょっと企画的にワンデートーナメントって面白いですね、4人ぐらい。ワンデー見たいですね、女子のワンデーね、見たい。それこそトライアスロンやってるからね、泳いで走ってチャレンジしてたんで、はい、1日にいっぱいっていうのが結構得意、もしかしたらすごい。全然こないなかったんで、まあでも強い人ってやると疲れちゃいますからね。そうですね、肩とかそういうやっぱ苦手があると、首相撲苦手って言っちゃいましたね。何言ってました。やばい、弱点さらしちゃった。大丈夫です、それ以外があるんです。おお、ポジティブ。インタビューの後に、ハラパン対決と首相撲対決、首相撲で、エリカ選手、エリカ選手の代表のコーナーを、まあ、もしかしたら僕がやられちゃうかもしれない。あの、トルタプさん大丈夫ですか。動機がちょっとあの卑猥な感じで言ってないですね。大丈夫ですね。いや、僕はそのリングのそんな卑猥なことはしない。本当ですか。しらっと言って後であのフワンフワンフワンってこの辺出てこないですが、それはもうキックボクシングに対する侮辱ですよ、ね、失礼しました、大変失礼いたしました。そんなことはしない。腹パンも本当にもうふざけてないですから、はい、それはそこはそうです。でもその変なことしたいとかは一個しか変化するとかないです。はい、わかりました。顔赤いです。信用してください。とりあえずもう帰ってください。はい、歩いて帰ります。はい、帰りのっけて帰りませんからね。お疲れ様です。っていう感じでインタビューはこんな感じですかね。そうですね、はい、それではじゃあ小倉選手、はい、次の試合に向けて頑張ってください、はい、ありがとうございます。皆様の、コメントでね、あのなんですか、こう注目を浴びてたんで撮らせていただいたんで、またいろいろこの人行ってほしいとか、はい、コメント、あと今日良かったよとかコメントしてくれたら頑張るんで、また次行っちゃおうかなってなるんで、そうですね、まあ、小倉選手への応援コメントでもいいですよね。それもください、応援コメントも欲しいし、この選手も行ってほしいなとかもあったら、そうですね、ください。あとツーザップ面白かったぞとかも、そうですね、ツーザップにダメ出しでもいいですから。いやダメ出しはやめて。アンチ嫌い、アンチ嫌いですからね。いやいや、アンチはもう全員死ねと思ってるんで、アンチは死ね。はい、そんな感じで、はい、ということで、チャンネル登録もお願いします。はい、よろしくお願いします。小倉エリカ選手でした。ありがとうございました。